実は絶対に負けない必勝が存在します。その方法とは、はいどうも、バイナリー投資塾の陽介です。突然ですが、あなたは大金を稼ぐ準備ができてますか？さあ今日から月収100万円稼ぎましょう。っていうのもね、全然稼げないんです。そう僕にねメッセージをくれる方のほとんどが、そもそもね稼ぐ準備ができてません、稼ぎすぎて凍結になっちゃったらどうしようとか、じゃあこの仕様がおすすめですよってお伝えしてるのに、どこか自己流になっちゃったりとか、稼げない現状を変えるには今やってることをもうやめるしかありません。ぶっちゃけそれさえできれば月収100万円は余裕です。じゃあ具体的に何をやめる必要があるのかって言ったら、それはねとにかく自分の頭で考えるっていうのをやめることなんですよ。満足いく収益が得られていない状態で自分の中で完結してしまっては意味がありません。何より結果につながらないので、今回はプロトレーダーの僕、この僕がねあなたに稼げる思考を伝授します。この動画を最後まで見ると稼げない理由がなくなるので、当たり前ですが稼げるようになります。毎日コツコツと続ければ月収100万円もね案外簡単なんですよ。それをちょっと確かめるためにね、この動画は必ず飛ばさないようにしてください。それではね早速やっていきましょう。本編スタートです。はい、そうしましたらね実際にチャート画面を通して解説していきます。で今回のねこちらの手話1分足となります。なのでこうインジケーターね設定する前にしっかりとチャート画面を1分足で表示するように設定してください。でもうあらかじめねこれ縦線引いてるんですけども、青い縦線が勝ち、赤い縦線がこう負けとなります。これだけのねポイント数がありながらこれだけの結果を誇っております。きちんとこのね結果を実現していくためには正しい設定値をね設定しないといけないので、そのあたりはしっかりと見ておいてください。じゃあこの仕様のね使っていくインジケーターを一緒に入れていきましょう。はい、そうしましたら今ねこうチャート画面すっきりさせましたので1から一緒に入れていきましょう。まず最初に MFI マネーフローインデックスですね、こちらを入れていきたいなと思います。まずこちらの挿入インジケーターのボリュームの中にありますこちらマネーフローインデックスですね、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。まずこのパラメータのところで期間を14でレベル表示をしていただいて50で設定してください。このようにね設定ができましたら OK ボタンを押していきましょう。はい、そうしましたら続いてねストキャスティクスを入れていきます。同じくこちらの挿入インジケーターのオシレーターの中にありますこちらストキャスティクスオシレーターですね、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。で今ねこれ設定数値にモザイクがかかっていると思うんですね。でストキャスティクスの設定数値に関しましては動画内でお伝えしていくので必ず見逃さないようにしていてください。適当にね入力しようと思えばできるんですけど、先ほどお見せした結果にはならないのでしっかりと見逃さないようにしていてください。で正しいものがね設定できましたら OK ボタンを押していきましょう。はい、そうしましたらこのようにね設定されてあれば完了となります。先ほども言ったようにストキャスティクスの設定値は後半とかにねお伝えしていくのでしっかりと見ておいてください。で以上で設定自体は完了となります。でまずはきちんとねエントリータイミング掴んでいただきたいので実際にエントリーしている様子からご覧ください。はい、そうしましたらねそろそろエントリーポイントが来そうなんでちょっと待機してるんですけども、このままいったら半エントリーのポイントですね。はい、そうしましたら今10万円で、ね、半エントリーを1本で書きました。ちょっとこのままね、結果ちょっと見ていきたいんですけども、今回この書を使う上でおすすめの通貨ペアっていうのがあります。でそれをね、動画内でお伝えしていくのでしっかりと期待値の高いポイントでエントリーしていきたいっていう方は必ずね見逃さないようにしていてください。それではね、30秒ちょっとねまだ時間あるんですけども結果の方見ていきましょう。はい、そうしましたらねしっかりと陽線形成されてますので勝つことができています。で10万円でねエントリーを行っておりましたので9万円の利益の獲得となります。はい、そしたらどうですか。今のはね半エントリーのポイントでしたがしっかりと勝つことができてましたね。でその感覚ねちょっと忘れてほしくないので最初に半エントリー条件から解説していきます。ちょっと頭にね入れてもらいたいのでまずはこちらをご覧ください。半エントリーはまず MFI が真ん中のラインに対して下をね推移50以下ですね。でそしてストキャスティクスが下限のライン下に引いてるラインに対して下を推移しつつゴールデンクロスですね。その確認ができましたら次の足から半エントリーとなります。
じゃあ実際のポイントはどこかって言ったらこちらです。今引いてる達線が全て半エントリーのポイントになります。でこっからねここまで、まあ、このチャート画面でね見ていくと1時間ないぐらいのこうチャートなんですね。その中で全部でポイント数で言ったら6個ポイントがあります。で1分足の市場なのでこう全通貨ペアでね例えると7通貨あるんですね。つまり1時間で7回ポイントがあるってことは全通貨ペア7通貨ペア全てに当てはめると42回エントリーチャンスが訪れるってことです。つまりたったの1時間でもね問題なく収益が図れるっていうのが分かるかなと思います。まあ、肝心なのはねちゃんと勝てるかっていうところなので、まあ、先ほどねお伝えした条件もちょっとおさらいも兼ねて見ていくんですけども、まあ、ここがねちょっと分かりやすいかな。右側から見ていくんですけども、まず MFI がこの半分のライン50のラインに対して下を推移で、ストキャスティックスがこの下限のライン以下を推移しつつゴールデンクロスですね。その確認ができたら次なしで半エントリーとなります。そうすると次なしね要線ついてるのでしっかりと勝つことができています。で、まあ、全部紹介するとねこう飽きちゃうと思うので、ちょっとこの負けてるポイントね、まあこう実際負けてるポイントあるんですけども、これ回避できます。余裕でね回避できるんですけども、まあ、回避ポイントはねちょっとこの後まあ紹介していくんですけど、まあ、実際にね半エントリーのポイントはこれだけポイント数があってしっかりと勝つことができています。まあ、次のねこうポイントの紹介に入っていくので、今こう半エントリー条件をねこうしっかりと見たいって方は動画を止めて見てください。そしたらちょっとね続いてこうお伝えしていきたいのが期待値の高め方です。まあ、先ほどねこう負けたポイントあったと思うんですけど、まあ、さっきも言ったようにこう負けを回避するってことはいくらでもできます。まあ、これが期待値の高め方につながってくるんですけども、半エントリーの場合はストキャスティックスのクロスがゼロ付近ゼロに近い方が期待値は高いです。反対にローエントリーの場合はストキャスティックスのクロスが100に近いことです。まあ、この2つはねちょっとモザイクかかってるんですけど、一番上が100で一番下が0なんですよ。つまり半エントリーのポイントはこの0下にね近い方が期待値は高いってことです。まあ、売られすぎてるからこそこう買いに入るであろうっていう根拠がねより強まったポイントでエントリーしていけるので、まあ、結構ね的確に拾っていけるんですね。まあ、逆にローエントリーの場合は、まあ、上ですね、まあ、100に近い方が期待値が高いよっていうポイントになります。じゃあそこを意識しながらローエントリーのね実践トレードをご覧ください。はい、そうしましたら続いて、まあローエントリーのねポイントで今ちょっと待機してるんですけども、まあこう条件見てね分かるように、まあストキャスティックスのなんかをねこう上のねこう100のラインに近い状態ですね。はい、そしたらね今こう10面でローエントリーを1本だけ書きました。で、まあ、さっきのねこう話の続きなんですけど、ストキャスティックスがね、まあ、さっきお伝えしたこう期待値の高め方でお伝えした上の方にあると期待値高いよってクロスすると高いよってお伝えしたと思うんですけど、まさにねピンポイントでそのポイントが来たので、まあ、ローエントリー1本だけ行っている状態なんですけども、まあ、まずはねこちらの結果の方を見ていきましょう。はい、そうしましたらしっかりとね陰線形成されてますのでバッチリ勝つことができています。10万円でのねエントリーでしたので9万円の利益の獲得となります。はい、そしたらねローエントリーもしっかり勝つことできてましたね。まあちょっとおさらいも兼ねてねローエントリーはちょっと紹介していくんですけども、新しく追加してね縦線がローエントリーのポイントになります。で、ただ縦線引いただけだとねちょっと分かりづらいかなと思うので、ただまあ勝ち負けはねこう判断しやすいように一応縦線は引いてるんですけども、まあ、このようにこうピンクのね四角囲ったところ、これがローエントリーのポイントになります。まあ、条件自体はこの MFI がこう50のねライン以上推移してて、ストキャスがこの上限のライン以上でデッドクロスですね。その確認ができたら次なしからローエントリーとなります。なのでこう陰線ついて勝ってますね。で、ここも勝っててここも勝ってると、で残念ながらねここは負けちゃってるポイントとなります。ただ、さっき言ったね期待値の高める方法をなんか取り入れると、さっき言ったじゃあ負けるポイントとかね、まあ、ここ入っちゃってますけど、ここなんかも避けることできてるので、まあ、もっとね堅実にエントリーしていきたいよって方は先ほどお伝えしたワンポイントアドバイスなんかはぜひ取り入れてみてほしいなと思います。ではでは皆さんねお待ちかねかと思いますが、ここでインチゲートの設定数値を発表します。まあいわゆるこうストキャスティックスの設定値ですね。ちょっとお伝えしていくんですけども、ストキャスティックスのね設定数値はこちらになります。パラメーターでパーセント景気感が5、
で、パーセント D 期間が3で、スローイングが3、まあ、ここね価格欄ローハイで、インド平均の種別はシンプルと、でいろいろな設定、こうデフォルトなんですけど、メイン線とシグナル線は一応このように設定をしております。でレベル表示をしていただいて、今回ねこうポイントになったのが40と60のラインなんですね。まあ、察しない方は分かるかなと思うんですけど、先ほど期待値の高め方お伝えしたと思うんですね。でこうじゃあハイエントリーはね0に近い方がいいよ、ローエントリーは100に近い方がいいよって説明したと思うんですけど、この数値を例えばじゃあ20で、こっちの数値をじゃあ80と設定したとします。そうすると必然的にねこうじゃあ0に近いとか100に近いっていうのが視覚的に分かるようになるので、これをねこう条件のベースでやっていくのもいいのかなと思います。まあ、自身のねやりやすい方法でぜひちょっとやってみてください。はい、ということでね、ここまで見ていただいてどうでしたか。今回は初心者でも月100万円は余裕で稼げる裏技的手を解説してきました。まあ、ここまで見てわかる通りかなり期待値が見込める手法なので、あなたもね僕と一緒に億万長者を目指しましょう。それでは最後にハイエントリー実践でねお伝えしたように推奨通貨ペアの受け取り方法をお伝えします。まあ、条件は全部で4つあるんですけども、1つ目がチャンネル登録とこの動画の高評価、2つ目がインスタグラムとツイッターのフォロー、そして3つ目上のね2つが分かるスクリーンショット で4つ目キーワードの送信ですね。で2つ目に紹介したインスタとねこうツイッターのアカウントに関しては概要欄に貼っておきます。で4つ目のねキーワード送信は僕に LINE でお伝えいただきたいんですけども、それもね一緒に概要欄に貼っておくので、そちらからフォローだったりね登録しておいてください。そしたらキーワード、送ってほしいキーワードは億万長者となります。まあ、4文字で構わないので億万長者とメッセージを送ってください。ではね本日はこの辺りでおしまいにしたいなと思います。それでは最後まで本日もご視聴いただきありがとうございました。